ける歌舞伎ものうなぎさやかです。今日はですね、ちょっとやりたいことがありまして、私2019年デビューなんですけど、まあ、この付近のデビューレスラー結構いるんですよ。ほぼ令和デビューの人たちを呼ぶんですけど、うながこの令和付近デビューレスラーの中で一番すげーということを見せたいと思います。なのでこの辺のデビューしたやつらを気に食わないので全員ぶっ潰して古文にしたいと思います。それではどうぞ。わー、こんにちは2021年5月デビュー、現第3代 JTO ガールズチャンピオン、そしてドクペ歌舞伎の JTO 所属葵です。フィニッシュホールドは変形フェイスバスター名付けて AOI です。よろしくお願いします。なんでフィニッシュホールド行ったの？血で渡ったらいいなと思う。ああ、なるほどね、面白い。 AOI です、お願いします。レスラーっぽい。はい、次。皆さんこんにちは、ワールド女子プロレスディアナ所属の絶対センター梅崎遥です。よろしくお願いします。デビュー日は2019年の3月10日で、今6年目になります。フィニッシュホールドはラストです。よろしくお願いします。ラスト。はい、こんにちは。はい、アイスルポン所属の真城優希です。どう、2020年8月この画デビュー、フィニッシュホールドは丸め込みの特盛クラッチです。お願いします。わー、皆さんはじめまして。 JTO 所属ガムシャラプリンセス高田美沙です。うなぎさんとはうりぼう歌舞伎をやってます。2020年11月11日後楽園ホールでデビューしました。フィニッシュホールドはトップコーナーからのダイビング戦闘、オリジナル名は晴れ時々ミサです。よろしくお願いします。後楽園デビュー、はい、後楽園デビューです。どこ？大田区総合体育館。おお、うん、え、どこ？板橋ブリーホールです。おお、渋い。どこ？後楽園ホールです。あー、じゃああれだ、じゃあ3人後楽園デビューだ。はい、板橋いいね。板橋が、はい、やりました。板栗、板栗で、はい、板栗デビューしてるね。板栗工業やらなきゃだね。やりたい、板栗。まあ、というわけで、まあ、雑魚そうなやつ今日4人集めてきましたけど、今日これ、本当に勝ちに行って、やっぱ手下って多分多い方がいいと思うんですよ。だから、今日はこの4人を圧倒的なまでに倒して、私が一番ボスであるということを示し、この4人を鼓舞したいと思います。というわけで、今日のゲーム一発目は、お、コーラ早飲み対決。イエーイ、イエーイ、イエーイ。炭酸強いっすよ。ドクペ歌舞伎っていうぐらいで、やっぱ炭酸飲料をやっぱ上飲してる、水のように飲んでるんで、炭酸は強いっすよ。絶対絶対は、マシロは絶対勝ちます。気持ちが大事だよ。気持ち大事だね。はい、ちょっとなんか同じ系統の感じしてきた。本当のバカ。気持ちだけでいくタイプ。それでは、はい、開けるのは開けない。もう今なりがルールブックだからさ。ちょっと待って、今なりギャンがルールブックだから、みんなで飲むんだね。一切のせいで、はい、でも開けときたいなっていう。あ、じゃあ一回開けましょう、はい、じゃあ置いて、よーい、ドンで、ロックから走ってくる？いやー、その場じゃないですか。こうやって、ジェフラックみたいな。取って、もう飲んで、置いた人が、もう空にして置くまでじゃないですか。ちょい残しなしで、ちょい残しなしじゃないですか。ね、緊張してきた。緊張してきた。プロレス以外で体張ったことないよ。やばいやばい。じゃあ、いいですか、皆さん。はい。これ号令はじゃあ僕からかけていいですか。はい、お願いします。じゃあコーラ早飲み対決、よーい、スタート。
やばい。ああ。おお。うん。すみません。いい上崎。待って、胃がやばい。なんかもう1位じゃないって思うとさ、モチベーションが。やった、気持ち悪い。やばい。すげえ苦しそうに飲んでんだ。待って、胃がやばい。死ぬかもしれない。死なないよ。やばい、死ぬ。マジでやばい、マジでやばい。涙出そう。辛い。膝が震えてきた。すごい。早く飲めよ。気持ち悪い。飲ませ。めっちゃいどこですよ。ちらやばいな。あ、めっちゃ味わったな。咀嚼し、咀嚼してる。うがいしてる。泣かないで。もう無理じゃん。頑張って頑張って、もう無理じゃん。頑張って、いいよ。でも見てるのも辛い。ギブアップしないで。すんげえ麺かっくらいてんじゃん、マシでさ。料理どんどん意味あった？ないね。秒数の方が良かった。あすごい。やばい。いや、でもやばいと思った。頑張りました。よし、頑張った。1、2、3、4でいくと、まあ当たり前の結果だな。すごい。当たり前の結果だから、これがもう出てるから、プロレスに全部こういうのがコーラに出てる。コーラに出てんだ。全部出てるから、これ。じゃあ次、いきますね。はい、次のゲームを発表します。はい、はい、次はこれだ。おおバン、何、ストライクダウン。イエーイ、ストライクダウン。なんかこんな仲いい感じだったけど全然仲良くないからね。高くない？そんなもん。高い、高いですよね。高い高いよ。講義が、講座の高くないよね。青い、まっすぐ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 じゃないじゃん。なんか、なんなの、ちっちゃい、マジなやつでももうちょい下っすよね。え、なに、マジなやつでももうちょい下っすよ。え、マジなやつはこんなもんでしょ。嘘だ。2個投げて点数高い人が勝ち。いきますよ。いけ。ぽっ。絶対負けたくない。ちょっと待って。
いいぞいいぞいいぞ、よいしょ、下投げだ、いいぞいいぞ、いい調子いい調子、あっだから全員マジで単純に全部1位やなくだから下投げしたら下投げやんだ下投げかもあんたもう一周もう一周もう一周お願いしますお願いしますさすがにもう得たからちょっと下投げを知らなかった意外なんでさ下投げしようと思うすごいなんでこれで当たるのかと思うのさすがに葵さんが言ったら下から投げるかなと思ったのみんなこんなこんなみんなこんな投げて葵下から投げるんだろうなと思ったのそう全然こっちだったダーツ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 まあそうですねまあぶっちぎりの1位なんでもう一回やりませんもう一回やりません。やりそうな流れだった。勝ち逃げします。キャリア上の二人、まあ。勝負はこういうもんだから。そうだね。もうそういうの全部プラスに出てるからお前ら。え本当に悔しいこの言われっぱなしなのか。マジでみんな頑張ろう本当に。マジで悔しいから一回やりたい。一回やりたい。手をつけなくても。もう一回やるか。イエーイ。